オープン戦レッドソックス7、4レーズ、2024年3月5日、フォートマイヤーズ。レッドソックス、吉田正隆外野手30が5日、日本時間6日、フロリダ州フォートマイヤーズで行われたオープン戦。レーズ戦に5番 DH で先発出場。目の前で起きた想定外の珍プレーに唖然とするシーンがあった。 プレーは5、3の4回、西、3塁の場面で起きた。打席の吉田はカウント2月1日からレーズ、ペピオが投じた外角球を空振り。その際、捕手の左手につけられたピッチコムが捕球の衝撃で後方へ吹っ飛んだ。ピッチコムをボールと勘違いしたか、3層、リバースが突如、本塁へ向けてスタート。途中でボールが捕手のミットの中にあることに気づいたが、後の祭りだった。 リバースはタッチアウト後に球審とやり取りを交わしたが判定が覆えるわけもなしやり取りを見ていた吉田も一連の流れを把握できていない様子だった吉田は3日同4日のブルージェイズ戦でオープン戦出場4試合目にして初打点を記録この試合では打ち直しとなった5回虫から右翼戦へ今オープン戦初の長打となる二塁打を放った 出場2試合連続の打点のチャンスは珍プレーによって消えたが、開幕に向けて着実に。